こんにちは、こんばんは。フットボールスタジアムのライネッチです。サッカー日本代表ワールドカップ出場おめでとうございます。ということでですね、今回はですね、こちらのレジェンド9の新色の方を紹介していきたいと思います。と新色といってはちょっとまあ去年の冬モデルにはなるんですけれども、ちょっとあのコロナの影響で納期が遅れて、先週ぐらいにですね、入荷してきたモデルなんですけれども、一応 HG のエリート土用のトップモデルにはなってて、今回はあのソールの方がクリアソールになっておりまして、まあ、クリアの方が土で使ってても削れにくいようにはなってるんですけれども、ただ若干重量が増えるということで、まあ、少し重たくなるソールにはなってるんですけれども、この革の質とかもですね、本当にもう元からもうかなり柔らかくて、まあ、なめし方がうまいというか、でまあグレーなんで、そこまで着色料を使ってないっていうこともあり、まあ新品の状態でもまあ 1,2 回手入れしたようなシワの寄り方だったり柔らかさになってるのかなと思います。はい、ということで僕も足の方を入れてみました、シューズに。僕の身長は大体175センチで、こちらのレジェンドが26センチのモデルを履いていますね。今もうこの曲げた時、屈曲の時のこのシワの寄り方だったり、まあ HG なので、まあ、若干クリアソールっていうこともあって、まあ重量があるのかなと思っていたんですけれども、履いた感じそこまで気になるほど重たくはなく、この外側のナイキのマークがですね、まあある程度の硬さがあり、ボールを取るのに走ったり切り返しをしたりする際に、外への力の逃げを少し、カバーしてくれる役割もしてくれてるので、まあ、かなり質の高いスパイクかなと思います。はい、ということですね、サッカー日本代表で板倉選手、上田選手着用のこちらのナイキのレジェンド9、大好評発売中となっておりますので、お求めの方はぜひお早めにチェックの方をお願いいたします。ということでですね、今回の動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイチャー。